エムダウンぶちかー、走れ走れ撃たせ撃たせ走らせ走らせ走らせセブン危ねえよかったなあやだたかし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 4月16日以来のスタメン4日ぶりのスタメンのたかしがやったー土曜ダイスもね今シーズン5打数の3安打6割で去年森下が投げる試合の打率も3割と森下大好きサタデーあたがー高橋で去年の満塁打率も3割3分3厘とね満塁男でもある高橋よしよしよし森下に勝ちつけてあげよう今日栗ね頑張った昨日栗に勝ちつけてあげられなかったから今日はなんとか先発森下に勝ちおーいけ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 ねえ超えて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 超えた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 帰ってこい一塁ランナー超えてこい一塁ランナー超えてこい帰ってきてる翼ちゃんでかー翼やったマジか初回で4点森下に援護はでかすぎる翼もね上本同様久しぶりのスタメンよ4月13日以来のスタメン1週間ぶりのスタメンで結果を残した大ベテラン翼マジかいやー今シーズンもね打率2割1分1厘だけど得点圏は5割と4打数2安打でさらに対左ピッチャーにも3割とこの対左キラーの満塁男翼ちゃんでかいナイスやん去年ね満塁では4の0と満塁1本も打てなかった男は今シーズンはこの一打走者一掃今年の翼は何かが違うにゃーん落ちてるやん高橋さんアウトじゃんアウトやんでかいよっしゃオーケー高よし強肩高よしやったねこれでっかいマジかいや遠投 110m でね強肩高よし素晴らしいナイスやんでっかいオッケーいやピンチで岡本は怖かったからないやでも坂本もな2本目やんもはや2打数2安打1打席目は24打席ぶりのヒット久しぶりのヒットでね昨日は6の0 12年ぶり以来の6の0だった坂本が今日は2の2松田でもね去年の松田も3割8人で去年の森下の対戦成績も6打数3安打1本ってことだねこの森下キラー松田キラー坂本この後も怖いぜよーぜよーにゃーちょっと待っていくらよいくら高橋でかーい高吉でかーいよーオッケーいいナイスやーよく抑えたー高吉もよく走ったわ今日はレーザービームもあってこの守備でも好プレーナイスやーいやー丸もね最近5試合打率4割6分2厘昨日もフォアボール3つ一昨日も猛打賞とね最近調子上げてる丸で去年の満塁打率も3割3分3厘の満塁男だったけどここはなんとか高吉ガザーの回答よしいけノーよしからオッケーマジかうまいねまあ1点を取ったけれどもいや、まあ中押しはね、いいよ。ああ、いいけども、吉川直樹うまいな、これ。小園もね、初球、また初球打って、これ初球打率今シーズン4割1分2厘。
しっかり捉えた打球だったんだけど、吉川尚輝のタイミング、これ横っ飛びうまいな。去年の守備指標 UZR は 10.9、 セリーグ単独トップ、唯一の10点台の吉川尚輝、うまいね吉川、うまいね吉川、うまいね。攻め、いやー、いや、落ちるんかい、マジか。岡本一本、ここで出たか。いや、ここ最近5試合もな、打率が0割台、0割9分5厘だったんだけれども、ここで一本、13日以来1週間ぶりのタイムリー、打点だ。あー、これちょっと明日も怖いな、岡本。今シーズンカープちゃん、森下孝大が今シーズンカープ戦の得点圏も5割、そして土曜打率5割、得点圏は4打数3安打7割5分のサタデー男、松田に強いサタデー男、岡本。ここで出たか。いや、1打席目もな、捉えてのレフトフライだったからな、調子は全然上がってきてんだよ。明日も怖いな。てか大丈夫か、このイニングまくられないよな。おぉ、ゲッツや、わぁ、マジか、帰ってこ、やろう、やろう、ゲッツは無理か、やのでっか。いや、よくいたわ、あそこに、小園弾いた後のやの。あー、でかいね、もう守備だけどお金取れないやろち、でかい。よしよしよし、よかった、今抜けてたらもう1点入ってたからな。あ、本来ならゲッツー取れてたけど、ちょっとイレギュラーしたか。やのー、うぐさうぐさー、え、うぐさが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 ホームラン、マジかー、マジマジうぐさがうぐさがいった、2年ぶりのホームラン、マジか。この2点取られた後の1本もでかすぎる、福平うぐさの一発、マジか。いや、今シーズンもね、開幕2軍スタートで2軍で3割3分3厘残して1軍上がってきて、前回のカード横浜戦でヒットを打ってから、これで3試合連続ヒットのうぐさ、マジかよ。おい、去年は1軍は出場なしだったね、うぐさ。うーわー、いいね、マジこの1点はでかいぞ、4点差、うーぐさー。いやー、もう取れるか、おい、いけるか、いっちゃう、オッケーでー、ナイスゲーム、やー、オッケー、ナイスゲームやー。これで引き分け挟んで3連勝。今週は負けなし、素晴らしいねー。阪神と共にこれ状態上がってきてるんじゃない、うちも。素晴らしいゲームやー。いや、今日やっぱり初回の4点が大きかったな。あの、上本のね、ヒット、内野安打タイムリーヒットから、相沢のタイムリーと、今シーズンの得点圏は5割の、今年は違う、今年の翼は違う、今年の翼は違うと言わんばかりの翼のタイムリーでね、走者一掃のタイムリーで4点入れて、で、6回にも中押しね、あの回は堂林のセーフティー、4番堂林のセーフティーバントなんかもあったりしてね、で、そっから小園の内野ゴロの間に行って、さらに7回には、うぐさ、代打うぐさ、福平うぐさのホームラン、2年ぶりのホームランでダメ押しと、ああ、素晴らしいゲームでしたね。で、先発の森下もね、今日7回途中まで投げて、ヒット、打たれたヒットは12本の2失点というね、あんまり調子も良くなかったと思う。もう2回以降は全回でランナーを出してたからね、
っていう中でやっぱり序盤からねこう大量得点してくれてたからストライク先行でね調子悪くてもストライク先行で攻めてた結果なんとか2失点まとめてくれてこれで森下も今シーズン初勝利ということでね素晴らしい試合やった本当にジャイアンツの方もね今日1週間ぶりにタイムリー出た主砲岡本そして24打席ぶりにヒットを放った坂本この坂本なんて今日猛打賞なんでねこの辺り主軸しっかりと結果を残して調子上げてきてるんでねこの辺り明日気をつけてほしいなと思います今日も一日お疲れ様でした今日は今夜も出します命かけた勝負の舞台恐れずに進め